ファルコティンキアラス超玄某は、超高早伏め早ぶさかに分類される鳥の一種。語源は不明だが、吉田兼彦は、影ウの方言の一つである、原山某が、由来ではないかと提唱している。超玄某が滑空している姿は、下から見ると、トンボが飛んでいる姿を彷彿とさせることがあると言われ、それゆえ、鳥原山某と呼ばれるようになり、いつしかそれが、 超原望という故障になったと考えられている。ユーラシア大陸とアフリカ大陸に広く分布する。寒冷地で繁殖した個体は、冬季に南方へ渡り越冬する。北米には、アシュのアメリカ超原望をアメリカンケストレル学名、ファルコスパーアビリアスが広く分布する。小型である。日本では、夏季に本州の北部から中部で繁殖する。北海道や四国。 九州でも夏季に観察されたことがあり、繁殖している可能性もある。冬季は繁殖地に残る個体と団地に移動する個体に分かれる。また、日本全国各地に冬鳥としてトライする。鳩くらいの大きさで全長30-40センチメートル。翼を広げると65-80センチメートルになる。体重は、オスが150グラム、メスが190グラム程度である。 メスの方が大型である。羽毛は赤褐色で黒縁がある。オスの頭と尾は青灰色。メスは褐色で翼の先が尖っている。キー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 と聞こえる声で鳴く。農耕地、原野、河原、干拓地、丘陵地帯、山林など低地、低山帯から高山帯までの広い範囲に生息する。単独活外で生活する。 立ち枯れ木のホラーに巣を作る。血脂類や小型の鳥類、昆虫、ミミズ、カエルなどを捕食する。素早く羽ばたいて、体を斜めにしながら、ホバリングを行った後に急降下して、地上で獲物を捕らえることが多いのが特徴。はやぶさ類だが、飛翔速度は速くない。その視力は、紫外線を識別することが可能で、この能力は主食である、血脂類の尿が反射する。 紫外線を補足し、捕食を容易にさせていると推測されている。ハヤブサと異なり、捕らえた獲物は、周囲が安全ならばその場で食べる。日本では4、5月に、断崖の横穴や岩棚、木頭などに小枝を作って映像するか直接卵を産む。カラス類の古巣を流用することもある。産卵数は一腹4、6個である。放卵日数は27、29日で、 主にメスが放卵する。ヒナは27、32日で巣立つが、親から独立するにはさらに1ヶ月以上かかる。1年で成熟する。近年、市街地でもよく見かけるようになった。これは、獲物となる、小鳥類が豊富なこと、天敵が少ないこと、ビルなどの構築物が、ネグラや繁殖場である断崖の代わりになっていることなどが理由とされている。 長野県中野市の十三崖では、超原坊が集団繁殖しており、国の天然記念物に指定されている。十三崖の映像数は1950年には20であったが、巣穴への草木の藩も、餌の旗ネズミの減少、崖に住み着いたハヤブサの影響などにより減少し、2013年2014年には初めてゼロとなった。 2015年2016年の巣穴数は3となっている。映像数回復のため、中野市は2017年度から新規の巣穴の掘削や既存の巣穴に反応した草木の除去など整備計画を実施する。野鳥の名前、225ページ野鳥の名前、225ページ、鳴き声と羽でわかる野鳥図鑑、94ページ ABCD。 超原防衛総復活を中野市が13が決成尾へ。シナの毎日新聞。http www.siny.cojp.news. 長野2017万221 kt 17万 220ft090007000 php2017 年2月23日閲覧。ありがとうございます。